ります。ワンワン里親コミュニティ。里親ボランティア活動はミッチーナのライフワークです。大竹には常に待機のワンコがやってきます。このコーナーはハッピーワンコと未来のパパママをつなぐ場所。素敵な出会いを応援します。今日は、ミッチーナことかなえちゃんママと、あやちゃんこと、ぎーちゃんママです。あの、てんちゃんママね。てんちゃんママ。はい、2人でお届けしたいと思います。お願いします。さあ、今月はね、やっぱりなんといっても、2年に1度開催をされている、うん、私がお手伝いしているボランティア団体さんが開催している、はい、あの元保護ワンコたちの交流会が4月に開催されます、はい、要するに同窓会ですね。でもう活動がやっぱり そちらの団体自体が10年ぐらいになるので、まあ、はい、なんとのね、本当に保護ワンちゃんたちを卒業させてきたのかなっていうぐらいたくさん卒業生いるんですけれど、まあ、日程がピンポイントであることと、やっぱりエリアが決まってくるので、うん、参加して、まあ、できる方々も限られてくるんだけどね、うんうんうん、でもそんな中でも今年、2016年の交流会はなんと150頭からのワンちゃんがどうやらね参加してくださいそうなんですね。150頭のワンちゃんって一度に 見られる場所なんてそんなにないよね。そうそうない、ね、ってことはご家族様がそこに一緒に同伴してくださるっていうことは、うん、多分300人とか。そうね。大丈夫だ。怖くならない。そうそう。まあ、お名前名札つけてない。本当だよね、うん。でもありがたいことでね、そうやって団体をね、保護元旅立っていくときはもういろいろな、例えば心にストレスを抱えていたり病気を抱えていたりして、うん、ね、卒業していく子たちもいるんだけれど、新しい次の住処をね、手に入れてご家族様と一緒に暮らすようになって、まあね、すごく幸せな生活を今ね送ってるワンちゃんたちもっとたくさんいて、そういう幸せな様子をやっぱり見せてあげたいんだよね、うん、里親さんってね、まあ、ミッチーなら一番楽しみです。一番楽しみにしてるんですよ。もうね、ミッチーな運営責任者なんだけど、ちょっと自信ないの今年。一番前で楽しんでください。ミッチーなのための過言ではないみたいな。でもね、そういう風に楽しみにしてるボランティアさんたくさんいらっしゃると思うの、ね、もう2年に1度なので、なかなか普段会えない、うん、私とも。ちょっと遠く行っちゃった子とか、なかなかね、会えなかったりしますよね。そう、今年はなんかどうやらね、あやちゃんにも何年か前にお世話になった。遠くの方から、遠くに行っちゃったけど。さっきことがね、さっきことがと、アロハで大変お世話になりました、タック君もね。参加してくださるという、ね、覚えてるよ、ね、今思っただけで涙が出てるじゃん。もう来るよ、参加するよって、うん、なんか教えてもらっただけでもう、ね、ずっと泣いてるんですけど、うん、もうどんなに幸せにね元気で暮らしているかっていうのを本当にお会いして見るのが楽しい、確認ね。まあそんなあやちゃんね、銀ちゃんママも、銀ちゃんは、うん、ね、もともとそう保護犬からね、お家の子になった子だから、うん、まんまるした姿をぜひご覧になってください。みんなちょっとね、これ銀ちゃんかなって多分言うと思うぐらい丸くなっちゃった。私は自分で実際レスキューをしてきた人なので、うんうん、一番よくわかるんだけど、ね、ちょっとね見る影ないです。いい意味で、いい意味です。そうです、楽しみにしてていただきたいと思います。楽しみ。そう、交流会まで4月の10日、はい、実はこちらの江東区の夢の島にあるいいのの森ドッグガーデンで開催をさせていただく予定なんですね、はい、なのでまたそちらのレポートもおいおいお届けしてまいりたいと思います、はいはい、さあちょっと時間がなくなってしまいました。このまま実は情報局に行きたいと思うんですが、こちらのコーナーではですね、ワンコと一緒に楽しめる耳寄りな情報やお得情報を少しねピックアップしてお届けしたいと思っておりますよ。今交流会の会場になりますというようにお伝えした、江東区夢の島にありますいいのの森ドッグガーデン、こちらでは4月の23日24日にはイヌリンピック桜花祭というね、桜の花の祭りというワンコと飼い主さんの運動会が開催されるそうです。イヌリンピックって、あ、じゃあ聞いたことありますか。 あります、あります、うん、有名なイヌリンピック、イヌリンピック、そう。以前こちらのハートバトのゲストでもご出演いただいた藤野さんというね、はい、ペットヤードの方がずっと続けてこられた活動ですけれども、うん、
まあ、なかなかあの愛犬とのコミュニケーションアップを目的にしているイベントなんですが、なかなかそうやって例えばあのイルインピックっていうだけあってオリンピックをもしってるんだけれど、思いっきり自然の中で走ったりとか、そういう環境って都市に住んでるワンちゃんって難しいのよね。本来持っている本能をやっぱりこう発揮する場所がなかなかなくて、でもそういう時に自分の愛犬がどういう姿でどんな本当に笑顔で走るのかっていうことって多分ね、見てみたい、見てみたいでしょ、見てみたい、ね、そういうことが経験できる、できる、そうお祭りなのでね、あの詳しくはまたこれから追っていいのの森ジョクガーデンのホームページ等でも発信がされていくと思いますけれども、ぜひご都合が合う方はね、4月23日24日ですね、これね、イノリンピック大火災、ぜひご参加いただきたいと思います。詳細は、いいのの森フェイスブックホームページ等でご確認いただけたらと思います。はい、じゃあ OK でした。ではエンディング参りましょう。